はい、えー。今回は、えー、シェイプレイヤーを使って、こんな感じのアニメーションを作っていきます。えー、まず、新規コンポジションを作成します。えー、カット01で、えー、10秒のコンポジションを作成しました。で、新規平面を配置します。BG01 ですね。で、エフェクト、描画、塗りで色を入れていきます。 紫っぽい感じですね。そして、新規、シェイプレイヤーを作成します。で、このままですと何も入っていないシェイプレイヤーですので、このコンテンツから追加で、まず、長方形を追加します。さらに、追加で、線を入れてやります。えー、こうすることで、長方形の線が作成されました。えー、長方形のサイズですね。 そして、線幅を変えてやることで、まあこんな感じで、形を変えてやることができます。えではまずはじめに、サイズ、260、線幅10の状態でスタートします。で、サイズと線幅にキーフレームを打っておきます。そして、20コマのところで、 まず線幅を260まで増やしてやります。すると、こんな感じで線幅のアニメーションが作成されます。そして同時にサイズもぐんと大きくしていきます。1 6 0 0くらいかな。すると、こんな感じで長方形のサイズを変えながら線幅のサイズも変えていくアニメーションを作成することができます。 これが基本的な、えー、シェイプレイヤーのアニメーションの基礎になっていきます。で、新規、ヌルオブジェクトを作成します。で、これを親に設定してやります。で、このヌルは回転専用のヌルにしておきます。えー、スタート位置、45度。で、 20コマのところで、180度。すると、こんな感じで回転しながら拡大していく線が作成されました。ヌルは表示にしておきます。で、えー、このシェイプのアニメーションは、最初のキーフレームに F9 で Ease を打っておきます。こんな感じですね。そして、まず、 色を変えていきます。線の色を黄色にしてやります。わかりやすいようにレイヤーの色もイエローという感じですね。そして Ctrl-D でこのシェイプレイヤーを複製してやります。で、上の方のレイヤーをブルーにしていきます。 色も線のここですね水色に変えてやりますそしてアニメーションのタイミングを少しずらしてやりますまあサイズこんな感じですねで少しだけ終わりのアニメーションも早くしておきます まあこんな感じでずれるようにですね。こんな感じですね。さらに、黄色のレイヤーを Ctrl D で複製します。そして上に持っていきます。で、同じようにずらしていきます。 で線幅は太くなりすぎなので60ぐらいまで落としておきますアニメーションの速度も上げていきますこれぐらいですねこんな感じでずらしてやります さらに複製しますコントロール D でサイズを大きくし線幅も少し変えてやりますこんな感じですね そして、さらに今のこの、この黄色いレイヤーですね。これをさらに複製し、一番下に持っていきます。そして、色をピンクに変えてやります。ソロで表示します。で、線の色も、ピンクに変えてやります。そして、 調整していきます線幅を太くします全部を見ながら こんな感じですね上の黄色はもう少し早くてもいいですね消えるのが終わりのキーフレームを少し前に持っていってやりますこんな感じですねさらにこのピンクのレイヤーを コントロール D で複製しますそして色はブルーに変えてやりますでこのブルーの色は最初のブルーからコピーしますここにペーストします そしてまたずらしていきます。サイズを。こんな感じですね。すると、えー、こんな感じのアニメーションが作成されます。そして最後に、新規、シェイプを作成します。で、このシェイプは、まずコンテンツの追加で長方形を入れ、さらに塗りを入れてやります。 で、塗りの色は白。ですね。で、回転が終わった時に、この角度0の状態にしたいので、この状態で親に設定してやります。すると、こんな感じですね。そして、終了時のサイズが、30。 で、スタート1が5という感じにしてやると、こんな感じになります。で、F9 でイ a s ですね、えー。こんな感じで、えー、一つの四角いシェイプから、えー、グラフィックのアニメーションを作っていくことができます、えー。次回はまたこの続きのアニメーションを作っていきます。今回は以上です。またお会いしましょう。